はい、それでは今現在朝、今日はね2024年4月の、今日は8日ですね、8日です。はい、月曜日になります。さあ今からね食堂に朝食食べに行きます。さあ1階にあることにした。結構騒がしかったね。さあ階段がありますね。多いですね。話し声がついたよね。多分1階だと思います。車がたくさん止まってるね。宿泊客が多いっていうことだよね。これここかな、Good morning. Breakfast, okay? Breakfast, sir? Breakfast. Oh, yes, sir.Okay. What do you want? Coffee, sir? Yeah, coffee. Coffee, sir? Ah, juice. Juice, sir? What? Pineapple juice, sir. Oh, pineapple. Okay. How much, sir? Hi. Free fee. $4. Over there, okay. Okay, sir. Oh.もうカウントね。いや、ナイトオープン、ノークローズ、ナイト。For two people, sir. Two people, sir. Two people, sir. Me only, alone, alone. Ah, okay, sir. It's okay. Okay. さあ、広い。なんか、I'm from Japan. Please. Japan, sir. Yes.Oh, nice hotel, ne? Sorry. What name? Marisan, sir. Marisan. They are OJT, sir. Oh. Students. Oh. Yes, sir. Yeah. Good morning. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Oh. まだね、人が少なくて、あれやね、とても落ち着いて、はい、まず Enjoy, sir. Thank you. パイナップルジュースで乾杯。うん。はい、おはようございます。朝のパイナップルジュースとても美味しい。はい、あ、おお、バナナね。Yes, sir. Oh, thank you. Yes, sir. さあ、まず朝バナナ1本出ました。はい、朝食ブレックファースト。今回はね、朝食全部ね、あのついてます。はい、あのバナナもつ、ブレックファーストね、朝食込みで、あのこの間提示した値段ですね。全部で7000何百ペソだったかな。うん、まあ、金額にして1日6,500〜6,600円ですかね。はい、ホテル食事つきまして、まあね、僕に言わせればちょっと高いかなという思いはあるんだけども、でもね、まあ立地がいいんですよね。すぐ隣がね、あのメイン通りになりましてね、そこがもう観光客たくさんいましてね、そこの通りにレストランもいっぱいございます。で、あ、美味しいねこれ本当に。あのとにかくね、今レストランの中は私一人、まあ、結構中騒がしかって車もたくさん置いてあるんだけどね、皆さん遅いんだろうね、フィリピン人の方は。うん、今朝一番7時から9時の間に朝食を済ませてくださいということだったもんだから、まあ、今ここで食事をしていると。一番乗りですね私。はい、まあでもね、うん、結構あれですわ、スタッフがたくさんいまして、そういうことでよろしくお願いします。やっぱりね、今日は月曜日だからね、静かなんでしょうね。でもね、懐かしい音楽が流れてね、まあこういう広いレストランで一人佇んでこうやってなんか朝食とってるとね、なんか詩人になったようななんか面白い、本当にね雰囲気ですね。
こういう雰囲気は私決して嫌いじゃないですね。なんか一人で、まあ、孤立しているように見えますけど。あ、サンキュー。今朝食が来ました。こんな感じですね。はい、ご飯にソーセージ、でウォーター。うん、いやでもね、こうしてみるとフィリピンもね、なんかその最近の流行歌じゃなくてね、まあ、こういう懐かしい曲が流れることによってね、なんか癒されますね。私の年代になってきますと本当にね、本当にね、なんか落ち着いた空間というか、本当にね、なんか落ち着いた空間というかね、まあミニバーもありますし、いや本当にね、癒された空間ですよ。これも聞いたことあるような曲だな。結構マニラでもそうだったんだけどね、意外とね古い曲をこうやって流してくれるっていうところがね、僕らの年代にはなんか懐かしみがあってすごくいいです。はい、いやThank you.
マイウェイだよ、マイウェイ懐かしい。いいね、音楽を聴きながら朝食ができるなんて。はい、今ね朝食を終えたところなんですけどね、まあこの広い空間、広い空間でね、まあ一人ぼっちといえば一人ぼっちですけどね、この懐かしい曲を聴きながらね、こうやって過ごす時間というのは僕にとってね、なんかねすごく癒されます。はい、旅をしとってよかったなと思う一瞬ですよね。はい、あのね、まあほらできればね、若い彼女と一緒におれば楽しいんでしょうけどね、それもいいんでしょうけど、やっぱりね私の場合ね、この一人でね孤独でね、なんかね佇んでるじゃないけどね、まあちょっと機材じゃございませんけども、まあこういう時間というのは僕ねすごく落ち着くんですよね。でいろんなアイディアがねこう言って来てる時に浮かんでくるんですね。はい、やっぱりね今日何しようだとかね、いろんなことがね浮かんできてね、あのこの時間というのは大事だと思います。とりあえずチップを置いていきましょう。そうか、結構今になって皆さん来てるんだな、うん、朝が遅いんですね、どちらかというとね。はい、さあ部屋に帰りました。最後までご視聴ありがとうございました。もし動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録よろしくお願いします。 Thank you for watching until the end. If you like the video, please subscribe to the channel.